演舞開演。どうも、本日はこちら埼玉銘菓草加せんべいです。本日この中にいろんなおせんべいが入っています。何でもこういうところが作っているということですね。今日はこの中から一番シンプルな見た目を食べたいと思います。まあ他のと比較してみないとシンプルかどうかは分かりませんが、薄いですね。ここまで薄くするのは難しいんでしょうね、きっと。ではいただきます。やっぱり違いますね。パリパリとしていて香ばしく、その上で醤油のちょっと焦げた程よい苦みが口の中に広がって、これぞおせんべいというような意気込みが感じられて、とっても美味しかったです。さすがメーカーは違います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。